加藤一二三九段、名人戦を語る。に対するネット民の反応。藤井名人の暴言は、初めて見たと思います。機敏な対応で、効果満点でした。私も現役時代に得意としていた戦法です。暴言は攻めが単調になりがちですが、素早く敵陣を突破できますし、仕掛けられた側は意外としのぐのが容易ではありません。2筋から正面攻撃をすると見せかけて、7、8筋へと攻めを転じた B 面攻撃も含め、藤井名人のいい手ばかりが目立ちました。一方、豊島九段の応手に謎が残りました。序盤、1筋の歩をついておけば、暴言で攻め込まれなかったでしょう。2日目に入って、自陣の3筋に守備用で銀を打ち込んだ手は敗却です。ガチガチに固めたつもりでしょうが、あそこは玉が上がって受けて十分。銀がない金舞台では、活躍の場がありません。これで3連勝ですか。苦戦した1、2局に比べて圧勝ですし、すぐに第4局があることを考えれば、藤井名人の初防衛がかなり濃厚と見ています。国民もウッキウキで書いてるなこや。暴言といえばやはりこの人が出てくるか。珍しくまともなこと書いてるわら。これからは暴言の時代とか書いてるものだと思ったわ。暴言で勝ち負け繰り返してきた人だからね。普通に考えて暴言で一番負けた人間だろうからな。こだわりはあるだろうけど暴言に対する評価も現実的で客観的だわな。加藤先生はタイトル戦で何回暴言やって負けてしまったんですかね。暴言ならなおさら一加減あるわな。裏の八段もこんなに綺麗に決まる暴言は滅多に見ないって言ってはった。暴言強の一二三にこうすれば暴言で攻められなかったのに。とマジレスされるの面白すぎるな。序盤は4-1玉ではなく9-4歩なら後手まだ指せてたな。9-4だけじゃなくて1-4歩でも8-6歩でも7-5歩でもよかったんだよね。なんでピンポイントで暴言炸裂する4-1玉選んでしまったのか。暴言の受け方知らない幼少期の俺をボコボコにした親父を思い出した。長考して4-1玉。暴言が直撃することを悟り133分長考。1日目終了時点で60-40の劣勢。攻めてなし、守りもできずの盤面で70-30。夕食休憩直後に投了80-20。豊島なんかあったのか？なんか錯覚があったかね。豊島挑戦者暴言してください。4-1玉藤井名人暴言します。1-5銀。終局後豊島挑戦者、暴言されてまずくなった。図工。ハブとの王将戦もそうだけど豊島って時々やらかすよね。名人戦で暴言にボコられるってなかなかインパクトあるよな。暴言成立したの見た時に素人から見ても先手優勢に見えるけど何があるんだろうと思ってたら何もなかったのね。踏み直したけど確かに序中盤4-1玉が明確に危険な手だね。暴言には早く理銀の格言通り、7-5歩で攻めてれば互角だったのがね。暴言を防ぐ1-4歩でもよかった。なんか思い違いをしたんだろうなって気はする。先手の形がそんな簡単なわけじゃないからね。俺も昔は暴言には悩まされたもんだ。でもそれを乗り越えてきたからこそ、今の俺があるわけだ。豊島もこういう経験をたくさん積んで強くなってほしい。元竜王名人に対してすごい上からで草。今のお前がわからん。ひふみんかな？今後の初心者用暴言の棋譜にちょうどいいね。暴言を決めてからの勝ち切り方の参考にもなるし、結構真面目に、記歴に残る棋譜だと思う。初心者にずっと読まれ続ける棋譜になる。藤井八冠が対局者というのも良い。豊島でもこうなるんだから大津で俺が暴言食らって負けるのも当然だな。豊島は AI 暗記に頼りすぎて読む力が昔より衰えている説。もちろん30超えてるから加齢もあるだろうけど。QBK 級に暴言が来たのです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。